はい、どうも一応です。今回はですね、特にダンジョンにどっか挑むとかそういうのではございません。まあ雑談っていうわけでもないんですけど、ちょっとどうしようか迷ってることがありましてですね、ぜひぜひ、なんと言いますか、ヘビーユーザーの方々から助言をいただきたいなと思っております。はい、今現在、40日、過ぎまして、このゲーム始めて40日過ぎまして、必殺技ね、持ってるキャラクターがだいぶ増えてきたんですよ。ちょっと待ってね。はい、だいぶ増えてきたんですけど、まあまだまだ先輩方から比べると、全然数少ないというか、どうしても偏っちゃってるんですよね。炎とか、まあ氷、まあ雷とかもライトニングとか一応ね、オーバーフロー奥義とか持ってるんだけど、それしか持ってないっていうね。バーストも持ってなきゃ、まといの超必殺かは持ってるけど、できればバースト以上欲しいというのもあるし、はい、水物理はもうリュックしかいないし、水魔法に関してはこれロックとアーロン仮置きしてますけど、これ実質ゼロです。はい、水魔法に関しては使い手ゼロ。地属性に関しても今この3人かいますけど、レオ将軍はまあどっちかというとバフ役ですし、マキナに関してはどうだったっけ、こいつこれか、これしかないしみたいな。で僕ね、弱体属性の弱体っての持ってないと思ってたんだけど、地属性の弱体持ってましたね、こいつ。ちょっと忘れてたんだけど、だから地属性に関するのはこいつしかいないし、魔法に関しても地属性はリノアしかいない。リノアって言ってもこのバースト、一番最初のバーストですよね、これ。地と氷のね、属性のバーストとこの専用必殺ですよね、これしかないんですよ。だから水と血が極端に弱くてですね、はい、ここ強化していきたいんですけど、まあ星3魔石はね、なんとかエッジのゲームとかで、ゲーム攻撃とかで倒せたんですが、おそらく星4魔石になるとかなり厳しいんじゃないかなと思ってます。はい、特に、水属性と地属性で攻めなきゃいけないダンジョン、だから魔石だとどうなんだっけ、炎だよね、炎、マリリスと地属性だから雷か、雷のイクシオン、かなりきついんじゃないかなと思ってて、ガチャ野郎にもね悩んでるんですよ、このラッキーセレクション。これやると33連今だったらいけるんですよ。まあね、選べる装備リストにも、今現在僕氷と地属性しか弱体のねやつ持ってないんだけど、炎弱体とかなんかいろいろあるんで、この中に選べるリストの中に、これやった方いいのか、それとも、この魔石ダンジョン応援ピックアップ装備召喚、これで水属性地属性が来るのを待つべきか、はたまた今ね開催されてるこの霊式のレムの覚醒奥義、これ取りに行くべきか、すっごく悩んでます、すっごく悩んでる。はたまたねシリーズラッキーで、僕この前やりましたけど、水属性なんとか手に入れたいから天の、シリーズラッキー引いて、まあリュックのバースト手に入ったんですけどね、それをまあ狙ってこのどれが地属性が入ってるキャラクターのシリーズを引くか、地属性水属性入ってるキャラクターのこのガチャを引くか、すごく悩んでます。どれを引くべき、覚醒奥義狙いでレムを狙うか、ラッキーセレクション、今とにかく幅広く
武器も出したいから33連できるラッキーセレクションをやるべきか、はたまた、ピンポイントでキャラを狙ってシリーズラッキーを回すべきか。すっごく悩んでます。本当にね、このファイナルファンタジーレコードキーパーのヘビーユーザーさん、もう歴長い人、キャリア長い人、ぜひともですね、知恵をお借りしたいと思ってます。なんとかね、助言いただければなと思ってます。どれを回すべきか。まあ魔石だから何に絞っていくかっていうのもあると思うんだけど、魔石狙っていくんだったらやっぱ地属性水属性出るまで待つべきなのかなとかね。まあラッキー、シリーズラッキーか、いずれはまあナイトメアとか狙っていくんであればシリーズラッキー多く回していった方がいいだろうし、覚醒奥義もせっかく来たから狙っていきたいところ、すごい悩んでるんですよ本当。はい、何かしらアドバイスいただければいただきたいですし、こと細かい詳細をねもっと教えろっていう方いらっしゃいましたら教えますので、はい、コメント等で教えますから、アドバイスぜひともよろしくお願いします。はい、そんな感じでございます。じゃあ今回はこれにて終了。ご視聴ありがとうございました。